こんにちは、ベルケードの小杖です。皆様明けましておめでとうございます。今年も楽しく裁縫時間をご紹介できたらと思っています。で、今日のベルケードなんですけれども、まだこうお休みモード全開って感じなんですが、お休み中にちょっとやっておきたかったことがあって、何かというと、リビングのカーテンが今ね10センチぐらい足りないんですね。で、それを前のお家の時に足りなくってさらに10センチ足してあったんですけども、今回のうちまたさらに配差して足りないっていうこと で、そのカーテン自体を変えればいいんだけども、すごい旦那さんがねそのカーテンをすごい気に入っていて、これをどうにかして使いたいっていうことだったので、今回もちょっとこんな、ね、感じのテロテロしたゴールドのような黄色のような感じの、ね、テロテロした布を使ってさらに足していこうかなというふうに思います。で、今回は作り方っていうよりも、大きいものでね、悪戦苦闘している私の姿を見てもらえたらななんて思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。では、早速始めます。どれだけカーテンが足りないかというと、こんな感じ。ほら、こんだけ足りないんですね。だいたい10センチぐらいかな。で、これが、今足してある分なんですけど、で、その上に行くと、ちょっとここにこうやって線が入ってると思うんだけど、これは実はさらにその前に、こう、本当はこうやって折り込んで、あって縫ってあったのを、ね、ここをね、開いたから、ここが汚れてるっていう、ちょっとね、折り目に沿って汚れちゃってるんですけど、なので今回はこの折り目の汚れのところから、床までの長さの布を足そうかなっていうふうに思います。で、今回はさらにまた10センチ足んないので、ここにまた違う色を足すんじゃなくって、できればだけど、この汚れちゃってるこの黒い線のところから10センチ足りないここまで、ここからここまでを足そうかなっていうふうに思います。どれぐらいアバウトかというと、このフローリングのこの線に合わせて、こうやって折るっていうぐらい、もうアバウトな感覚です。なんとなく折ってみて、そこから30センチのところに印をつけてみる。で、これをもうここで結んでみちゃう。そうしたら、これを30センチの高さで2枚まず切ったので、これを、要は長い布にしようと思います。でも静電気がすごいから、ちょっと手を出しながら、表側を中合わせにして、こんな感じでまず留めて、で留めたら、ちょっとファヤファヤファヤってやって、そうすると、ここの線に合わせて、こっちがまっすぐになるっていう感じ。で、そうすると、ほら、こんなに曲がってるから、こっちの少ない方に合わせて、でこんな感じで線を描いて、で、ここをまず縫います。はい、こんな感じで縫えました。で、そうすると、倍のこのね長さが出来上がって、でこれ2枚だけだと足りないから、さっきちょっと切った50センチぐらいをまた作っといたので、同じようにまたここに足します。これでほら、こうやって長い、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 このね、短冊が出来上がりました。で、これをカーテンにつけるんですけど、その前に、ここにこう縫い合わせたでしょ？この縫い合わせを、ちょっとね、ちゃんと線がぴっちり出るように、ここはアイロンをね、ちょっとかけようかなと思います。
な感じで、ちょっとね、パリッと仕上がるっていう感じですね。で、この端っこをきれいに、ちょっとね、処理します。ほら、こんな感じできれいに処理ができたと。さて、じゃあいよいよカーテンとくっつけます。はい、こんな感じで全部ね、ここをずーっと縫って、長い一枚縫ったんですけど、で、これをひっくり返すと、こんなね、感じのイメージになって、で、最後は、で、ここはね、またね、引っ越ししてね、これを使う時があるかもしれないから、今回はこのまま置いとくことにします。で、最後ね、この切りっぱなしのところを、こうやって三つ折りにして、始末をして、こんな感じになって終わりです。最後、ここで終了と。大変。はい、やっと縫えました。こんな感じ。なんかわかるかな？でもこれほんと、2メーター、何センチだっけ ?2 メーター、90、あれ ?2 メーター。3メーター近くあるんで、もうこのただのまっすぐを縫うだけでも相当必死な感じ。でもね、こんな感じで、こうね、横も綺麗に縫えたので、で、ちょっともう大きすぎてわけわかんないですけど、ここね、ここが、この切り返しがこんな感じ。これがね、もう可愛いんだよね。で、ここ今、ちょっとこう、ふかふかした感じになってるんで、ここをもう一回押さえで縫うかどうかなんだけど、もしかしたら外すかもしれないからね、ってことを考えると、あんまり縫い目を入れない方がいいかなって気もするから、今回はもうこのままで、よしとしようかな。縫うところな。大きい目で縫うか。ちょっと考えます。まあ、とりあえずこんな感じでね、カーテン30センチ伸びましたので、これをリビングにつけたいと思います。はい。じゃあ夜になったので、カーテン閉めようと思う。ね、こんな感じ。ほら、素材が違うとね、こう雰囲気がいいですよね。でも、ほんとね、ちょっとね、つくぐらいがいいかなと思って。足りないとこうなってると結局風入ってきちゃうから、もうちゃんとつくぐらいにして、こんな感じで。このね、カーテンがね、旦那さんがほんと気に入ってて、ちょっとホテルチックな感じのカーテンなので、すごいね、お部屋にもすごい合うんですよね。なので、今回もこれを、この折って、上手に使えたらな、いいなと思うので、こんな風にしてみました。黄色とね、やっぱこのね、ゴールドが、ちょっと馴染んだ感じで、いいんじゃないかな、なんて思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。